本日ご紹介の商品は岡山県の支援ぶどうになります。はい、こちらのぶどうはですね、岡山県の新品種のぶどうになりまして、まず見た目がですね、こう色鮮やかなこう紫色もかかっているような大粒系で、もう一つ特徴なのがこの11月頃から旬になる12月中旬頃まで出回る人気急上昇の新ぶどうです。紅山脈ぶどうと赤鶏の交配品種で山梨県で誕生して岡山県で育ちました。まあ、通常ぶどうというのは大体もう10月いっぱいぐらいで終了するんですけども、こちらの岡山の支援というのは真冬に美味しく食べられるぶどうとして、ここ数年はかなり人気が出てきましたね。特に今日入荷したのはちょっと偶然もあったんですけども、これ1房でもう1キロありました。通常まあここまで大きくまではならないんですけども、平均の大きさを見てもまず1房700グラム以上が通常でして、まあ今日みたいに偶然大きいものならば1キロ800グラム前後が主流の大きさでしょうか。まず見た目にもですね、大房で、で種がない高糖度なぶどうとなっています。平均糖度はだいたい17度前後なんですけども、出来の良い年なんかだと20度を超える場合もあります。今日のぶどうの場合は 19.2、まあ、だいたい平均より少しあるような感じです。この糖度はもちろん等級にも関係ありますので、下位の等級のものはやはりちょっと甘さが薄い場合が多いです。でこちらの果肉ってのはちょっと柔らかめでありまして、皮バナでもよく種がないためですね、お子さんなんかでも非常に食べやすい品種かなと思います。続きまして支援ぶどうの実食の動画に移ります。